唐揚げがなんか美味しいって聞いたんですけど。不思議と唐揚げ食べたことがないですよ。あ、本当ですか。ちょっと野菜とかも美味しい。本当ですか。食べて帰った。ちょっと行ってみます。ありがとうございます。とりあえずビニールを。ビニールが朝日とキリンとあるんです。今日キリンお願いします。キリンの方。キリン。はい。レバニラね。そんな悩むとこ。野菜が2人前。爪を？うん。肉団子一つと。肉団子が一つ。レバニラ炒めと。レバニラが一つ。唐揚げ一つと。唐揚げ。はい。なんだ。おそば。おそば。おそば。はい。はい、日替わり定食もありましてね、今日は野菜炒めでした。店内は町中華の雰囲気で最高です。やってきました、レバニラ炒めです。出来たて熱々のうちにいただいていきましょう。出ました、江戸春味。はい、続いて五目そばが到着しました。でね、これトッピングでラー油がついてるそうです。で、かけるとだいぶ味が変わるんでってことでした。唐揚げのね、肉がものすごく柔らかいんですよ、本当に。
どちらかというとね、しっとり系のチャーハンなんですけども、味付けもしっかりして美味しかったですね。この付属でついてくるスープがまあ優しいこと優しいことでした。肉団子はね、外はカリカリ、中はふわふわでたまりません。熱々でした。肉団子が熱すぎてね、口からちょっと湯気出てますけどね。900円です、はい、もっと売りたかったのに、めちゃめちゃ忙しそうなんで入るしかない。ありがとうございます。お願いします。お疲れ様です。ここはできて何年ぐらいになるんですか。もう40年以降なるかな。40年ぐらい。お父さんの代から息子に引き継いで今に至るのかな。息子さんいらっしゃるんですぐ閉まるってことはないですよね。そう、頑張ってください。お願いします。今後もありがとうございます。はい、ごちそうさまです。美味しかったです。チャンネルを先輩と浜さんの日常って言うんですよ。浜さんの日常。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ぜひとも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、行ってきました。一品香さんですね。ちょうどね、ちょっとお昼時だったんで、どんなかなと思ったんですけど、ちょっと満席でね、ものすごいお客さんでした。ここね、笠岡インターからもすぐそばなんで、ぜひね、皆さん一度行ってみてください。めちゃくちゃね、どの商品頼んでも美味しいと思います。今日もね、ちょっと大量に頼んで食べてみたんですけど、全部美味しかったです。一品香最高。じゃあまたね。